日本大学法学部。皆さんこんにちは。法学部新聞学科3年の木島ありさです。将来はアナウンサーを目指しています。今日は私の大好きな法学部をご紹介します。日本大学は日本の法制度を築き上げた学祖山田昭義が日本独自の法典研究と教育にあたる日本法律学校として創立。司法の日大の由来がここにあります。法学部は法律、政治経済、新聞、経営法、公共政策といった多彩な専門性を持った語学科により構成され、法学という高度な常識をベースに多様な専門教育が受けられ、様々な側面から社会において実践的に活躍する人材の育成を目的としています。ここはよく勉強で利用している法学部の図書館です。まず最初に紹介するのがこの図書館です。法学部図書館は法学部三崎町キャンパスのランドマークとして新たに開館。知的アメニティ空間としてマルチメディア総合教室など快適に勉学研究することができ、図書は法学部語学科の専門分野の学術書を中心におよそ50万冊を所蔵。さらに毎年およそ1万冊の書籍を新たに購入。学問と研究の場にふさわしい教育環境の整備に努めています。続いて紹介するのがゼミナールです。こちらではゼミナールで模擬裁判を行っています。名前と生年月日、本籍地を述べてください。はい。裁判員、裁判官の方から被告人に質問はありますか？はい。松平君が自殺した当日、あなたは学校の屋上で松平君を見ましたか？それでは質問いたします。松平君以外の生徒に聞くことはなかったのですか？僕たちのゼミナールはやはり模擬裁判を行うということが主な目的となっておりまして、その中でただ裁判を行うだけではなくて、評議を行って他の人と意見を交わし合うということで、刑法について深く学べるようになっています。僕は民間企業の就職の方を考えております。その中でしっかりとした法的知識を身につけて企業法務の方に携わっていきたいと考えております。例えば評議を作っていったりすると、自分の意見を言わなければいけないという場面の時に、自分の意見を短くはっきりと分かりやすくまとめて伝えたりすることができると思います。法律の道に進まれた先輩方もいらっしゃいますので、そういった方々のお話もたくさん聞けますし、とてもいい勉強になると思います。私の将来の夢は司法試験を受けて、ゆくゆくは弁護士を目指せればいいなと思っています。こちらでは法律学科清水教授による民法のゼミナールが行われています。このゼミナールでは民法の基本的な理解を深め、民事紛争の問題解決能力を習得させるためにゼミ生の意見も取り入れながら、さまざまなやり方で共通の演習問題についての分析と議論を行っています。法律を学ぶということは、対立するいろんな利益をこう比較考慮しながら、具体的に妥当なこう結論を導くっていうのが、法律学の、基礎っていうんですかね、というところにありますので、そういうのをこう学んでいくことで、視野の広い形でのこう判断力っていうんですかね、そういうのを養える、そういう学問だと思いますから、そういった能力を備えた、よくリーガルマインドっていう言葉を使ったりしますけれども、そういった人材を望んでいます。政治経済学科の渡辺教授にも法学部の魅力をお聞きしました。日本大学法学部は5つの学科によって構成されております。で、法律だけではなくて、政治や経済、あるいは経営法、あるいは公共政策、幅広い観点から社会を見つめることができますので、幅広い総合的な思考力を養うことができるというのが日本大学法学部の魅力の一つだろうと思います。
やはり語学力とかコミュニケーション力も大事なんですけれども、それとは別に自分の意見をしっかり持った人間になってほしいと。で、自分の意見に対してどうしてそう考えるのかという、理由をですね、きちんと説明できる、そういう人間が必要だというふうに考えております。ちょっとここで法学部の学生にインタビューをしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。どうして日本大学法学部を志望したんですか？やっぱり日本大学って大きいじゃないですか。だから施設が充実しているのと、たくさんの仲間と一緒に勉強している気持ちになれるからです。あとそれとちょっと聞いた話だと、就職率が高いということで選びました。そうなんですね。何かと充実していますもんね。もう一人聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。どうして日本大学法学部を志望したんですか？将来公務員になりたいと思っていて、行政学など詳しいことを学びたいと思って入りました。それから学生研究室などが充実していて、先輩方などと一緒に勉強することで目標が達成できると思いました。本当に法学部は施設が充実していますよね。公務員といってもいろんな職種があると思うんですけれども、具体的にどういう職に就きたいと思ってるんですか？地方公務員になりたいと思っていて、自分の住んでいる市をさらに良くしていきたいと考えています。とても大変なことだと思うんですけれども、勉強頑張って目標を達成してください。はい。法学部では毎年11月に一般の方も参加できる法王祭が行われます。パレードとともに盛大に幕を開けた法王祭、模擬店やお化け屋敷など、中でもフェニックスコンテストは花形イベント。どそばにいていいですか？観客も出演者も大いに盛り上がりを見せています。実は私、2015年のフェニックスコンテストに出場し賞をいただきました。応援してくれた皆さん、ありがとうございます。続いて紹介するのが法学部の学生食堂です。栄養バランスを考えた料理でメニューも豊富です。そして料金もとっても安いんですよ。それでは早速インタビューをしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。ハンバーグ好きですか？はい、好きです。どうしてですか？美味しいからです。いつもこのハンバーグ定食食べてるんですか？はい、いつもこれです。じゃあこのハンバーグ定食の特徴を教えてください。このハンバーグ定食はハンバーグがすごい大きいのと、あとたっぷり大根おろしもかかってるのですごい美味しいです。温泉卵もついてるんですよ。本当だ、温泉卵もついてるんですね。こんにちは。こんにちは。ちょっと元気が良すぎて怖いんですけど、インタビューしてみたいと思います。いつもパスタなんですか？いや、今日はたまたまです。いつもはじゃあおすすめのメニューは何なんですか？カツ丼です。やっぱりありがとうございます。こんにちは。こんにちは。あなたはカレーなんですね。はい、カレーです。美味しいですか？あ、美味しいです。じゃあこのカレーの特徴を教えてください。フライの餃子が乗ってて僕はとっても大好きです。ちょっとここだけの話なんですけれども、はい、このカレーとお母さんが作るカレー、どっちが好きですか？言いにくいんですけど、こっちのカレーの方が好きです。あ、お母さんかわいそう。それでは皆さん、法学部の学生食堂ベスト3を発表します。それでは3位です。日替わりパスタ。続いて2位はトッピングカレー。最後に1位の発表です。唐揚げ丼。いかがでしたか？それぞれみんな美味しいんですよ。ぜひ皆さん一度食べに来てください。こちらは就職指導課です。就職活動に必要な資料がこちらにはたくさん用意されています。それでは早速中をご案内します。この法学部が作っている就職ガイドブックには、エントリーシートの書き方や自己 PR のケースなど就職活動に必要な情報が詰まっています。確かにこれは役に立ちますよね。今日も就職活動の学生が相談に訪れています。こんにちは。こんにちは。
今日は何の相談に来られたんですか？自己分析や自己 PR について少し自分でつまずいてしまった部分があったので、こちらの方に相談させて。将来はどういう業種を目指しているんですか？将来は、中学校の先生になりたいと思っております。そうなんですね。ちょっといいですか？はい。将来の目標は何ですか？将来は法学部で学んだことを活かせる職業に就きたいと思っています。具体的にどういう職業を目指していますか？自分は法律学科なので、民法や刑法などの法律を活かした職業に就きたいなって思っています。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。相談コーナーでは模擬面接や自己 PR の方法などが相談でき、自分自身ではわからないポイントを教えてもらえます。今日はどのような相談に来られたんですか？就職に向けて面接の仕方を教わりに来ました。先生から大変ためになるお話を聞いて来てよかったと思いました。将来はどのような職種に就きたいと思っているんですか？金融関係に就きたいと思っております。その理由はありますか？人生で一番大切なお金を扱う業種ということで、やりがいを感じると思ったからです。では将来頑張ってください。ありがとうございます。法学部では挑戦したい気持ちを応援。職業別グラフで見ても、法の世界だけでなく公務員、マスコミ、金融、販売など様々な分野へ就職しており、希望する職種に合わせたサポートを行っています。法学部で学んだ知識はあらゆる職業で生かされています。さらに学生生活における諸活動をサポートするために、学生サークル棟を新設。この学生サークル棟には道場にスタジオ、トレーニングジム、音楽室などがあり、多くのサークルが利用しています。いかがでしたでしょうか？私の大好きな法学部の魅力、お分かりいただけましたか？法学部に興味を持たれた方は、まずは本館2階にある入学センターにお問い合わせください。そこであなたが知りたい情報が手に入りますよ。ぜひ法学部にお越しください。日本大学法学部、木島ありさでした。それではさようなら。日本大学法学部。